ご視聴ありがとうございます。今回は、スーパーファミコンのゲーム、F-Zeroをご案内します。おお、F-ZeroF-Zeroは、1990年に、任天堂から発売された、ファミコンの次世代機である、スーパーファミコンと同時に、リリースされたレースゲームだよ。今回は、F-Zeroの開発物語を、ご案内します。F-Zeroの始まり。F-Zeroの始まりは、1986年に、任天堂が発売した、ファミコンの周辺機器であるディスクシステムの発売から始まる。そして、任天堂はディスクシステム用のゲームとして、86年にゼルダの伝説や謎の村雨城、バレーボールなどを発売。翌年にはゼルダの伝説の第2弾であるリンクの冒険やスマッシュピンポン、夢工場ドキドキパニック、ファミコン昔話。そして、同年10月にはファミコングランプリ F1 レースを発売するんだ。このレースゲームの開発担当だったのが、後に F-Zeroの開発ディレクターになる、清水和信さんなんだ。清水さんは、好評だったファミコングランプリの、第2弾を開発する。そして、完成した新しいレースゲームを、アメリカでも販売しようと、考えていたんだ。ファミコングランプリ開発者の、清水さん。ファミコングランプリは、好評だったし、第2弾もいけそうだな。このゲームは、レースゲームだから、もしかしたら、レースの好きな、アメリカでも売れるかもしれないな。でも、アメリカでこのゲームが受け入れられるのか、調査する必要があるな。どうやって調査しよう。そういえば、アメリカには、任天堂のアメリカ法人があるぞ。あそこなら、アメリカ人が好むゲームがわかるかもしれない。ファミコングランプリが、NOS タックに反応が良ければ、アメリカで売り出そう。アメリカは、世界で最も巨大なゲーム市場で、任天堂は、アメリカ市場を開拓するために、アメリカ法人である NOA を、立ち上げていたんだ。そこで、清水さんは、ファミコングランプリの、アメリカ市場での反応を、知るために、現地のゲーム市場に詳しい、NOA のあるシアトルに、渡米するんだ。ファミコングランプリ制作者の、清水さんと NOA との、打ち合わせ。清水さん、わざわざシアトルまでご訪問いただきまして、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、お忙しい中、お時間をいただきまして、ありがとうございます。今回お伺いしましたのは、新しいレースゲームのご意見を、お聞きしたかったんです。新しいレースゲームですか？はい、ファミコングランプリという、レースゲームなんですけど。ちょっと、プレイしてみませんか？ピコピコピコ。ピコピコピコ。いかがでしょうか？ちょっと、ピンとこないんですよね。ピンとこない？そうなんです。なんか、迫力が足りないんです。迫力が足りない？はい、もっと迫力ある、かっこいいレースゲームの方が、アメリカ人の好みなんですよ。こういう可愛い感じのレースゲームは、受けないんですよね。そうなんですか。例えば、3D 風の体験型レースゲームの方が、アメリカでは売れていますよ。3D 風の体験型ゲームですか？はい、そうなんです。申し訳ないんですが、このレースゲームでは、アメリカでは売れませんよ。そうですか。清水さんたちが、作ったレースゲームは、NOA のスタッフには、不評だったんだ。アメリカでは、ファミコングランプリのような、2D のレースカーのゲームより、3D 風の体験型レースの方が、アメリカ市場では受けが良かったんだよ。もっと、迫力のある、かっこいいゲームか。こうなったら、アメリカ人をあっと言わせるゲームを、作ってやる。清水さんは、ファミコングランプリのようなコンセプトを、諦めて、もっとリアルで、かっこいいレースゲームを模索し始めたんだ。帰国した清水さん、任天堂の情報開発部の、オフィス。帰国した、清水さんは、新しいレースゲームの企画を、模索していた。そんなある日、任天堂のプログラマーが、次世代ゲームの、機能テストをしているのが、目に入ったんだ。清水さん。何をしているんです？任天堂のプログラマーの、西田さん。いやー、宮本さんからの指示で、次世代ゲームの機能実験をしているんですよ。この頃、任天堂本社は、ファミコンの次世代ゲーム機である、スーパーファミコンの開発を、行っていたんだ。そして、任天堂のゲームソフトの、開発を担当していたのは、宮本茂さん率いる情報開発部なんだ。任天堂は、ファミコンが発売されてから、スーパーファミコンが発売されるまで、ゲームの開発は、任天堂が企画やデザインを担当し、プログラムなどの開発は外部へ委託していたんだ。これは、情報開発部のリーダーである宮本さんが、デザイナー出身だったこともあり、ゲームの企画やデザインは自社で作り、開発は技術力のある、外部のパートナーにお願いする、という、開発体制だったんだよ。しかし、スーパーファミコンのゲーム開発を、する頃になると、技術系のプログラマーの、
人材を検討し始めるんだ。任天堂の社内会議、情報開発ブリーダーの宮本さん。最近、ゲームの容量も大きくなってきて、外部のパートナーだけではゲーム開発が追いつかなくなってきてますよね。社内にプログラマー型少はいますけど、デザイナー出身者が圧倒的に多いですからね。もっと大々的にプログラマーを募集してみた方がいいんじゃないですかね。そうですね。ゲームの開発規模も大きくなってきてますし、技術に精通した人材育成も必要ですからね。よし、それならプログラマーの募集を積極的に始めましょうよ。こうして任天堂は技術系の人材採用を積極的に始めるんだ。こうして任天堂にプログラマーの人材が増え始めた頃、宮本さんは若手プログラマーを集めてある宿題を出したんだ。若手プログラマーと宮本さん。今日は君たちにある実験をしてもらいたい。スーパーファミコンでゲーム開発するには部内でゲームの機能を熟知しておかなければならない。そこで次世代機の機能をテーマごとに整理してみたので、君たちは私が選んだテーマについて実験をしてもらいたいんだ。わかりました。そして宮本さんから与えられたテーマの実験をしている最中に、清水さんがスーパーファミコンの機能実験を目にしたんだよ。この実験をしていたのが後に F-Zero のメインプログラマーになる西田さんなんだ。清水さん、何の実験をしているんですか？プログラマーの西田さん。いやー、今開発中のゲームの機能テストをしているんですよ。宮本さんから若手プログラマー一人一人にテーマが与えられているんです。そうなんですか。私のテーマはモード7のテストなんです。モード7。はい、モード7というのは今開発中のスーパーファミコンの機能の一つなんですが、スーパーファミコンには描画のためにいろんなモードという機能があるんです。モードは0から7まであるんですけど、私のテーマはモード7の背景の拡大や縮小、回転の機能の実験なんですよ。スーパーファミコンって面白い機能があるんですね。清水さんは西田さんの機能テストをずっと観察していたんだ。そしてプログラマーの西田さんが背景の拡大や縮小のテストをしている時に、清水さんはモード7の機能を利用したあるアイディアが思いついたんだ。この次世代機の機能なら 3D のような表現ができるんじゃないかな。ファミコングランプリのような 2D のレースゲームじゃなくて、これなら 3D 風のレースゲームが表現できるかもしれない。西田くん、このモード7の機能を利用すれば 3D 風のレースゲームが作れるかもしれないね。いいですね。確かに面白いかもしれません。確かにモード7の拡大や縮小機能をうまく応用すれば、迫力あるレースゲームを表現できるかもしれませんね。よし、みんなをあっと驚かせるレースゲームを作るぞ。 F-Zero プロジェクト開始。宮本さんと清水さんの打ち合わせ。宮本さん、スーパーファミコンのモード7の機能を利用すれば面白いレースゲームが作れるかもしれません。もしかしたら次世代ゲーム機で 3D 風の体験型レースゲームが表現できるかもしれませんよ。ほう、それは面白そうですね。それなら清水くん、プロジェクトチームを立ち上げて君のイメージしているゲームのデモを作ってくれないかな。わかりました、すぐに始めます。こうして F-Zero のプロジェクトが始まったんだ。この頃の F-Zero のプロジェクトはまだ正式なゲーム開発ではなく、情報開発部の内輪だけのプロジェクトだったんだ。部内には社内だけの小さなプロジェクトがたくさん存在していたんだ。そこで開発したゲームが面白ければ正式な開発プロジェクトに昇格し、そして任天堂のゲームとして発売されるんだよ。 F-Zero のプロジェクトの立ち上げはディレクター兼デザイナーの清水さん、プログラマーの西田さんなどを入れた3名の小さなチームから始まったんだ。はじめは清水さんがキャラクターなどをデザインし、西田さんがゲームプログラムを組み上げて最初の F-Zero を走らせてみたんだ。なんかアメ車のレースゲームみたいですね。清水さんが最初にデザインしたレースカーは大きなタイヤのついたアメリカのミニカーのようなデザインだった。なんか違うな。レースのリアル感が感じられないし、それにレースカーの動きが少しカクカクしているな。そうですね、やっぱりレースカーの場合タイヤの表現が難しいんですよね。タイヤの表現。はい、レースカーのタイヤって画面の視点によってたくさんのドット絵が必要になってしまいますから、さらにレースカーごとに4つのタイヤを追加しなければなりませんし、レースゲームの場合それを複数表示しなければならないので、スーパーファミコンのハードの性能でも処理しきれないんですよ。なるほど。タイヤが邪魔か。次世代機のスーパーファミコンでもリアルなレースカーの表現は難しいということか。困ったな。
ちょっと待てよ。清水さんは、自分の机からアメリカの、滞在中に購入した、バットマンのコミックを持って戻ってきたんだ。西田くん、ちょっと提案があるんだけど。何ですか？いやー、レースカーのタイヤが邪魔なら、バットマンのような、近未来の世界にしてしまえばいいんじゃないかな。近未来の世界ですか？そう、近未来の世界なら、タイヤは必要ないよ。レースカーを、宙に浮かせればいいんだ。このレースゲームのコンセプトは、近未来で開催される、宇宙で最も速いやつを、決めるレース、それは F0。これでどうだろう？いいですね、確かにそれで、レースカーのタイヤ問題が、解決しますね。清水さんが、なぜバットマンのコミックを持っていたかというと、それは、清水さんが渡米した時、ちょうどアメリカでは、ティム・バートン監督のバットマンが、公開されていたからなんだ。それで、清水さんは何かの参考になるんじゃないかと、アメリカ滞在中にバットマンの、コミックを、山ほど買い込んで、日本に帰国したんだよ。その結果、レースゲームのタイヤ問題を、解決する方法を考えている時に、ふと、バットマンの世界観が思い浮かんだんだ。バットマンのような近未来の世界観にした、タイヤのいらないレースカーが、疾走するレースゲーム、というアイディアを、思いついたんだよ。F0 の世界観を大きく、変えたことで、レースカーのタイヤ問題以外の、課題についても、解決できるようになったんだ。最初の F0 では、背景である建物についても、課題があったんだよ。プログラマーの西田さん。背景の建物を立体的に描くのは、スーパーファミコンでも難しいですね。そうなの？はい、スーパーファミコンには、ポリゴンなどを使った本格的な 3D 機能は、ありませんからね。建物を立体的に見せるには、視点ごとにドット絵で一つ一つ作成して、それから、プログラムで制御しなければならないんですよ。なるほど。それに、立体感を表現するには、影も重要なんですよ。影の表現も追加するとなると。影もか。背景の動きだけで、ハードの負担がかかりすぎてしまいます。そうすると、ゲーム全体の動きが、スムーズに動かなくなってしまうんですよ。困ったな。スーパーファミコンは、本格的な 3D 機能は実装されていなかったので、レース背景の建物を立体で描くことができなかったんだ。もし、建物などを立体的に描くには、視点ごとにドット絵で、一つ一つ作成しなければならず、膨大な手間が発生してしまうんだ。ところが、清水さんのアイディアのおかげで、この問題も解決の方向へ向かっていく。西田くん、F0 の世界観を近未来にすれば、背景の建物の問題も、解決できるんじゃないかな。背景の建物もですか？そう、近未来の世界なんだから、コースも空中に浮かせてしまって。すごく下の方に街があることにすれば、背景になる建物は、ドット絵一枚で表現できるんじゃないかな。清水さん、いいアイディアですね。確かに、そうすれば背景の問題も、解決しますね。それに、建物の影も、描く必要がなくなりますよ。近未来の世界という設定にすることで、いろんなパズルがうまくはまっていったんだ。こうして、思い切って、発想を切り替えたことで、F0 の開発スピードは、一気に加速したんだ。F0 開発の開始。情報開発部の会議で、F0 を正式な開発プロジェクトへと、昇格するかどうかの打ち合わせが、行われたんだ。ディレクターの清水さん。今回のプロジェクトでは、スーパーファミコンの機能を、利用した、3D 風のレースゲームを、考えてみました。これが、ゲームの世界観を近未来にした、レースゲームのデモ画面です。宮本さん。おお、なかなか面白そうじゃない。これは、今までにないレースゲームになりそうだね。このゲームは、ぜひ、スーパーファミコンの発売に、合わせてリリースしたいな。清水くん、よろしく頼むよ。こうして、F0 は正式なプロジェクトに、昇格し、そして、スーパーファミコンの発売に、合わせて、リリースされることが決定したんだ。正式なプロジェクトに昇格した、F0 の開発チームには、プロデューサーに、宮本茂さん。ディレクター兼ゲームデザイナーに、清水さん。メインプログラマーに、西田さん。デザイナーには、後にキャプテンファルコンなどのキャラクターを、デザインする、今村さんなど、合計9人で、ゲーム開発が進められたんだ。たった9人なんだ。この頃の任天堂のゲーム開発は、10人以下のチームで進められることが、多かったんだよ。少数精鋭部隊だね。今回は、ここまで。次回は、いよいよ F0 の開発、そして、発売までをご案内します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。